さ、2月に俺脳梗塞になったでしょ。で、7月に、ね、後ろ猫が死んだんですよ。知ってます。あ、ありがとうございます。見ていただいてありがとうございます。まあ、本当これはもうね、あの、もしね、生き物の生き死にというものは仕方がないねんけども。まあなんかね、僕は2匹飼っとって、1匹目はもう4歳で死んでしまってんけども、この間亡くなった16歳の子はね、一応できる限りをね、あの、やってあげた。本当に、もう、病院連れて行ってね、手術もやってあげたし、入院もさせてあげたし、そうするとまあ、もちろん亡くしたことはすごく辛かったんけども、でも、あの、できることをやってやったっていう、なんちゅうのかな。それが残ったから、だからあんま引きずることはなかったな。うん、だからなおさら思った、命というものがね、灯火が消えていくたびにね、やっぱりそう、残された俺たちはもうやっぱできる限りをね、できる限りをやってることが、あ、我々の一番の仕事なんやなんてね、改めてね、小さな命から教えてもらいました。世界をもお前に見せてやるには、雲の上まで伸びる長いはしごがいるようだ。でも本当の思いはそんなことではなくて、かたくなに拒んでた、チークタイムのことなんだ。どうして早くその踊ってやれなかったんだろう。古びた蓄音機を出して映写機を壁に立てかけてフィルムに合わせて、チークを踊ろう、色褪せてゆく時を超えて、わがままに頬を寄せ果て、いつかきっと永遠の、チークを踊ろう。ラストダンスだなんて、あるものをなくすまで誰一人気づけないのさ。次会う時に届けてやりたいものは、たった一つだけは、しわしわのタキシード羽織り眠る革靴の目を、さらし一人の舞台で、チークを踊ろう。色褪せてゆく時を超えて、わがままに頬を寄せ会って、いつかきっととはの、チークを踊ろう。
色褪せてゆく時を超えてわがままに頬を寄せあっていつかきっと永遠の飼育を踊ろう。そうそうそう、ありがとうございます。